マジでめっちゃ好きなポケモン、フライゴン進化きたフライゴンかわいい。これ羽生えてるからさ、これ乗ってさ、これ空飛んでいくん飛べないんだよね。これ肩車じゃなくてなんて言うんですか、まあ、ということで前回は俺フライゴン欲しくてナックラをね砂漠で捕まえたんで名前を募集したんですけども、ナックラの名前は砂漠っぽいところで砂漠っぽい行動していたので、あ、いい感じじゃない、砂漠にちなんだ名前ってことね。砂漠でそのまんま。ナックラは進化したらドラゴン地面タイプのフライゴンになるんだよね。まあ、やっぱドラゴン地面って言ったら親しみを込めてガブリアスで一番かわいそうじゃない。これもね結構多かったんだけど、メラルバがモスバーガーならナックラはマックみたいな、マックとかマクドナルドとかが結構多かったかも。頭がハンバーガーみたいだからマック、君だけなんかちょっと感性がおかしい。ちょ、パーティー内にマックとモスがいるとパーティー内で喧嘩しちゃうから、どっち派かで。まあ、やっぱこう平和なのはナックラフライゴンになるから、フライゴン、フライドポテト、ポテトでいいんじゃないか、ポテトです、非常食。どうもこんにちは、ビクトです。今回もポケモンの世界でマインクラフトやっていこうかなと思うんですけど、今回はですね御三家に会うまで終われまてん。前回さ動画で俺御三家一回も会ってなくねみたいな終わり方したんですけど、パート1で会ってたね、ごめんということで、あの御三家会いつつ、まあ、いろんなバイオームにねまた行ければいいかなって感じなんだけど、もう拠点とかは知らん。まあ、サトシだって家作ってないしな、別に。ハリマロンとかさ普通に村にいたってことはさ、まあ、こういうところを探していけばいるっていう感じかな。ちょっと右上の地図とかをさなるべく見つつ行こうか。で、あと砂漠、あ、なに、待って、これあれじゃない、なんだっけ、なんとかネズミ、ハツカネズミみたいな、あ、輪っかネズミだ。え、これさ3匹パターンとかもあったりすんのかな。え、かわいいめっちゃかわいいんだけどネズミ。噛みついて終わりですよと。 OK、 ナイス、よし、あ、かわいい。え、なにこのモーション、え、でっかでっかリングマ34レベルだったらさ、これ古城でいけるんじゃない。え、リングマかわいいクソ切れてるけどかわいいな、こいつ。リングマってさノーマルだっけ、これアームハンとかさ格闘とか入ってんのかな。ちょっとアームハンマーでボコらして、効果抜群、ナイス。で、岩なだれ、これちょっと当ててほしいの。甘い香りなんかあんまり攻撃してこないな、こいつ。当てろよ、ナイス、よし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 、いい感じ。あ、オコリザルとかポチエナもいるね。てか俺ジャングル来てなかったかもな。ジャングルバイオーム、マナツボミだ、かわいい。マナツボミやったらこれちょっとモスバじゃない、さすがにちょっと虫の抵抗か、これは。マナツボミ程度な虫の抵抗で倒してもらわないと、畑落とすアイテム落とされるか結構効くね。で、吸血で、まあ、回復もしつつ OK。 いや、前回さマラカッチ倒した時にさ、これ奇跡の種落としたんだよな。え、奇跡の種ってさ、確か草技強くなるみたいな、そういう感じじゃなかった。まあ、だから気合の鉢巻きを、なんかちょっとこれムクチキンに持たせようかな、せっかくだし。あ、すげえ。撃つと思い出。なんでこいつらさ、こんな怒ってんの、うん、ガン飛ばしすぎじゃないちょっと。まあ、ちょっと吸血で倒させてもらいますか。なんか甘い香り好きすぎじゃない、なんか。このコブルモンのモンスターで吸血でこれで吸い取らせてもらうと、ナイス。モスバーガーで戦えるからさ、裏メシゴンモスバーガー、え、待って、え、ちょっと待って、あ、痛い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 、待って待って、バカ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 、ちょっと待って、え、ちょバ、え、ちょ、え、は、え、今のさ色違いじゃなかった、え、もしくはさよならバタフリーのあのピンクのやつ、あ、メスとかだと色が違うとか、そういう仕様だったりすんのかな。てかさ、ジャングルバイオームさ、オコリザルだったり、エイパムとかいてさ、なんか、猿ばっかで、なんか細かい。すごい細かいね、仕様が。誰こいつ、こいつ誰、俺知らない人いる。え、なんか強そうじゃない、なんか。ランティス、なんだこいつ。ランティスみたいなもんだよな。あ、メスだ。かわいい。こんなカマキリっぽいポケモンもいたんだね。初めて見たかも。あ、でもこいつ虫が絶対。あ、効果抜群。あ、草も入ってんのかな。え、ラランティスのタイプ、シザクロ。ラランティスのタイプって、なんだろう、ちょ、火の粉とかでさ、一旦やっといて、あ、効果抜群。え、これ、ちょっとラランティス捕まえようかな。シザクロで、これ、やけどで、ちょうどよくなる説あるから捕獲しようか。ピンクだからやっぱこれピンクボールで捕まえちゃおうかな。ラランテスって何のポケモンだろう、出てくるんかい。ちょ、もう一回頼む。 15% だったらこれいけるだろ、これね、えあるでしょ、いけるか。あ、飛び、死んじゃう。モスバ、
モスバモスバ頼む。よし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 、ラランテス捕まった。てか40レベルって強いな。え、ジャングルバイオームちょっと面白いかも。もう鉄火人もなんかすげえ切れてるもんな。こんな無口気な独断上手多分。で、攻撃外してツバメ返しで、はい、一発と。めっちゃハエっぽかった今。ハエなのかこいつは。いやでもジャングルってさ、出るのかな、モンジャラじゃない。なんか四角くなりすぎててさ、モンジャラの毛、なんか密集してないか。やばい、戦う、普通に倒すんだったら戦って倒してくれ。いけモンジャラ。あ、かわいい可愛いなこのモンジャラ。なんかパヤパヤしててよくないな。子猫みたいでいいね。子猫はちょっと違うかね。かわいいね。待って、ベロリンがいる。かさ、ラッキーとかっていないのかな。あいつら絶対経験値うまいじゃん。え、ベロベ長すぎベロリンガ。え、ちょ、さすがに可愛いな、ベロリンガは。ちょっと穴を掘るで、叩き落とす、強い。ちょっと待って、強いな、こいつ。まあ、一旦、無口気に変えて、インファで、いけないか、これ。これ、インファで、ベロリンガ、いっちゃって、うわ、ニッパーはやばい。金縛りは、あ、これあれか、クローズコンバット。あ、インファイトってこと？よくわかんないけど、まあ、いいや。まあ、勝てるっしょ。え、ベロリンがいるってことはさ、なんかラッキーとかもいそうじゃね？サファリゾーンみたいな感じで。いないかな？お、これはメッサじゃないけどメッサ。え、なんかまたちょっと違ったバイオームもあるね。粘土じゃないこれ。あ、ネイティ久しぶり。うわ、めっちゃ切れてるこいつ。ネイティ、ネイティオじゃないけど、お前パート1以来のこれネイティオチャレンジあるんじゃない。ちょっとネイティワンチャン捕まえてもいいかもしんないな。え、これ飛行入ってるっけ。怪しい光やめてね、混乱やめてね。あー、やばい、頼む。今なだれでどれぐらいやりすぎ。え、ネイティここ出るんだ。え、どういうバイオームここ。あ、ネイティオいる、ネイティオいる、ここ、ここネイティオいるゾーンだ。40いかつ、お前レベル、いやちょうどいい。パワースアップはまあ効果わかんないけど、攻撃と特等能力変化入れ替えた。あ、ちょうどいい、40% だからもう一回できる。これガードスワップもやってる。え、これスワップしすぎじゃないお前。めっちゃ硬くなってるとか逆にじゃないそれは。捕獲しよう、もう絶対捕まえたいから、ハイパーボールでちょっとトゥートゥーさせてもらおうぜ。これ頼む。トゥトゥトゥッ、オッケー、ナイス。やっぱトゥートゥーなんだよな、さすがに。普通に見た目が好きだ。あ、メスなんだネイティオ、よく見たら。なんかエジプトの壁画みたいな感じだから、やっぱこいつファラオだよな。ファラオ顔してるよな。で、こんだけ名前つけといて、あ、使うかどうかわかんないっていう。無口気一回ちょっと収めて、これさ、これエスパー飛行だから飛べるんすよね。え、かわいいほっぺだから足つきれてるよ。すごい顔してないお前。ね、こっち側行くと、桜バイオームあるんだよな。え、桜バイオームってさ、なんか変わるかこれ。待って、キノココいるくない？ここ。キノココとこれは誰？コロボ、あ、コロボシャ、かわいい。なんか虫多いな。あと敵が多い、夜。カネボウもいる。なんか草ポケが結構いるな。カネボウっぽい、なんかもっこりしてる。なんだこれ。私ら、私が、ちょ、お前、待て。うん、私らがって何？私らがなんているんだな。え、あ、待って、ポテトレベル上がった。ちょっと一回回復してさ、進化させようぜ。月が綺麗。うわ、断崖絶壁センター来る前に怪我するだろここね。え、危ないって。あ、ちょっとこれポテト進化させようぜ。いや、ビブラーバにはなったらちょっと強くなるんじゃないの。進化虫すぎこれ竜の息吹ってことはもうこれでドラ入ってる。本当にドラゴンなんですか。なんならこれちょポテトに経験飴も使いまくっちゃうと。オッケー、あ、ドイツの力きた。いやー、結局いろんなところを転々としてるけど、これもしかしてだけど普通のバイオームとかをさ粘ってた方が会えたりするんかな。え、すごいここ。え、町タウンすぎない。うわ、すごい。え、めっちゃ綺麗ここ。ここ住もうかな。え、ここめっちゃ良くない？立地。ポケセンもあるっしょ。え、超いいじゃん、ここ。ついでに、御三家出てこないっすか、ここ。で、ここさ、ほら、なんかいっぱい入ってんだよな。経験飴 L？ これ、経験飴 L ってさ、どれぐらい上がる？あ、36。1万 !1 万って結構持て余少ない？ねえ。あ、2レベル上がってる。超上がった。痛い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 。痛い痛い、お前何やっちゃう？いや、でかグースなんて、走る！カッ！誰お前。あ、これあれじゃない、こいつ捕まえたらダーテングになるんじゃない。うわ、33レベか。
ちょっとポテトで大地の力どれぐらい効くかな。あ、今一つだったら逆に結構強い、お前調整しやすいんじゃないか。大地の力、まあ、3、今一つじゃないけど、いやこれある、あ強い、捕獲しよう。ハイパーボールだったらあるんじゃないか、どうかな、ある、あ、ナイス、早いね。しかもさ、ダーテングってさ、なんかすぐ進化できるじゃん。進化させちゃおうかな。で、リーフの石で、はい。あ、来たー、この穴は準備ができている。ダーテングかっこよくない？やっぱこれルビサファ補正入ってるよな。てん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 。ダーテングの足ってそんな下駄だったっけ？一体化してない？目と鼻全部出てる。ちょっと俺さ、ボングリあるから、なんか作れそうなボールとか作ってみようかな。ダークボールとか。クイックボールとかもあるんだね。金と、黄色、青。来た。いける。で、あと、黄色、緑、白ボングリで、サファリボールあるんだよね。戦闘してない場合 1.5 倍。これワンチャンやりたくない？いきなり奇襲かけんのもあり。あー、びっくりした。え、破壊光線？え？お前破壊光線とかできんの？ねえ、やられてるし。まさかのそんな才能を持ってると。もうガルーラいる。え、待って、ガルーラといえばじゃない？レベル何レベかな。ガルーラ41、いけ。やっぱガルーラといえばサファリゾーンじゃない？これサファリボールで絶対捕まえてやるわ。あー、捕まんない。ちょ、もう一回頼む頼む、ちょ、お願い、本当に。ガルーラだけは、じゃがいも持ってきてほしい、お前は。それどころじゃない？あ、怒らせるともうダメになっちゃう。ちょ、もう一回。あ、いけるんだ。ちょっと時間を置けば、いけるっぽいな。ちょ、正面からちゃんと見ようね。はい。俺は諦めない。あ、捕まった。いけた。あ、いけたわ。サファリボール、楽しい。自信覚えた。いや、自信覚えたら相当やりやすくなるぜ。え、プラスルいる。え、プラスルもいるんだね。かわいい。これレベル40。痛い。痛いんだけど、普通にプラスル。え、マイナンもじゃあいるのかな。40レベルだからな。しかもさ、経験、来たー。来ましたー。マジでめっちゃ好きなポケモン、フライゴン進化来たー。フライゴンかわいい。でもこれ羽生えてるからさ、これ乗ってさ、空飛んでいくの飛べないんだよね。飛行入ってないんだよね、こいつ。いや、ポテトの方が先に進化しちゃったね。うわ、いかつ、これめっちゃいい、フライゴン。いや、ポテトもフライゴンまで進化したことだし、ちょっとあれだな、モスバーガーか、ウラメシゴン、これ進化させたいね。待って、いるくない、これいるくない、ちょ待って、いるよね、どこ、これちょいる、普通におる、ヒバに、ちょ待って、サファリボール、今なんかしれっといた、こんなところにヒバニーが、29レベル、いやもう続投、投げまくります、29レベルだから、ちょっと待って、やばいんじゃない、これ、捕まってもいいんだぜ、ヒバニー、急に出てきた、御三家。ヒバにかわ、いや、マジかよ、お前。どんだけ捕まんないんだ。ちょ、やばい、サファリ。普通に捕まえなよって思ってる皆さん、こんばんは。ちょ、待って。いけるんじゃない？なんかいけそう。やめて、ちょ、待って。やめて。いや、でもせっかくだからサファリボールに入ってくんないかな。ちょ、頼むって。厳しいって。弱いって。テストステロン下がってるって。頼むよ。おい、ちょっと、おい、ちょっと。やったヒバに来たー。ちなみに今日は撮影して、今2時間23分経ってます。やったー。うわ、ちょ、ヒバに、うわ、かわいい、これ。ねえ、多分もう進化できちゃうんだよね。まだしないけど。でもヒバニーってさ、強いよね、確か。エースバーンみたいな。ちょっとモスバーガーとキャラ被るな。
こいつは名前募集しよう。え、で、あと俺今日、ウラメシゴン、進化させるっつっちゃったからさ、ウラメシゴン今日進化させるか。もう一匹ぐらい御三家捕まりそうじゃね探せば。てか普通にさ、ポテトがさ、地震とか、地面ポケモンいなかったから、これ地震使えるのめっちゃでかい。え、強い。え、ポテト普通に強いこいつ。いい。御三家じゃないけどさ、あ、これピチューじゃ、やっぱかわいい。え、ピチューだ。余ってるサファリボールで。捕まえてやるで、ピチュー。え、ピチューも珍しいんじゃない？結構。どうかな？いや、レベル16、16レベルか！何やっても死にそう！まとわりつくとかさ、こう。あー、ちょうどいいんじゃない？めちゃめちゃちょうどいい。あ、やばいやばいやばい。これで捕まえないとまずいか。黄色だから。ハイパーボール！いけ！しかもまたピチューメスだし。なんか種棒落ちてきたし、上から。いけるでしょ、さすがに。ねえ。え、かわいい。え、ピチューも捕まった。え、待って、みんな、伝説のポケモン見つけた。伝説ポケモン来たー。お、でかー、ウィンディ。50レベル、やばすぎ。お前こんなお前クイックボールで捕まえるわ。いけ。あ、ちょ、これ巨人じゃない。はっ、いけるんじゃない。どうしよう、これで捕まったら。伝説詐欺ポケモン来ました、皆さん。どうですか、これ。捕まっちゃった。捕まっちゃった。ワンチャンこれ、倒したら多分、ウラメシゴンレベル上がるんじゃないか。頼む！ミルタンク倒して、あ、来た！ウラメシゴン 50！ やっと50になった！いや、長かったね、ここまで。ちなみに御三家は全くと言っていいほど出てくる気配ないと。よし、進化させよう。裏飯ゴン、赤い。行こうぜ、進化。ドロンチ。え、なんかもうドロンチの時点でなんかもういない？来た！竜の波動を覚えた。これさ、俺、ドラメシアのシステムよく分かってないんだけどさ、1体増えてるじゃん。どういうこと？なんかさ、技の入れ替え全然なかったのに、急にめっちゃなんか出てきたんだけど。え、竜の波動とさ、え、これ、ゴーストダイブとか強いでしょ、これ。いや、でもこれ最終進化は、次か、さすがに。え、てか、ウラメシゴン、かわいいな。え？なんかドラパル、ほぼドラパルトじゃない？これもう。ねえ。しかも、早っ。めっちゃ早い。ちょっとこれ、御三家について調べてきたんですけど、やっぱり、なんかあの、タイプご、なに、誰？だるまおる。ひひだるまいる。なんかやっぱり、タイプごとによって、ジャングルとかだったら、草タイプの御三家とかが出やすいらしいんだよね。まあ、だから、キモリとか欲しい場合、やっぱりジャングルがいい。もうなんかすごい新しいポケモンばっか出てくる。どんどん尺が伸びるって強、この世ザル。え、強すぎじゃないか、この世ザル。クイックボール。どうしよう、これでまた捕まったら本当にクイックボールが最強説が出てくるんだけど、ま、さすがに3連続は、カット。え、待って。ちょ、待って。メタモンみたいなやついなかった。え、どこ、でも下か、これ。ねえ。あ、いる、かわいい。メタモン、なんかちょっと違うような気もするけど。え、メタモンいる。え、これさ、俺、レベル高いポケモン連れすぎてさ、これ、戦闘やばいかもしんない。ちょっとレベル低いやつ入れても、いいかもな。え、クイックボール最強すぎないか？ということで、先ほど進化させた、ダーテングこと、え、こいつ手が、あの、うちわみたいになってるんで、あの、ハンディファンで。ハンディファン君に来てもらいました。お前逃げたね！え、待って、あ、イーブいる。お、久しぶりに声出したから声が変になっちまってるよ。初めてだ、やった。イーブいる。これネストボール、相手のレベルが30以下の場合、低いほど1倍から上がる。ちょ、イーブ、ちょ、待って、初めていた。イーブ、え、ちょっとイーブ待って。はい、なんかさ、御三家適当にもう一匹捕まえるかって思ってたらさ、2時間経っちゃった。やったやったー。 EV も相当レアっていうのを見たんですけど、もう今日終わりでいい。一応なんか公式ウィキみたいなやつは見てたんですけど、あの、他のバイオームよりジャングルだと不思議だねとかキモリとかで、まあ出る確率が多いかなと思って、ここに急に早口で言うか。いやー、ということで EV 捕まえたんですけども、
このイーブイはもう俺がね一番好きなポケモン、もう捕まえた時に絶対進化させようと思ってたシャワーズにしようかなということで、すごい力強、もうこれはシャワーズにしますよと。そしてシャワーズの名前がですね、これがお風呂ちゃんということでなんかシャワーズなんかぽってりしてるちょっとぽってりしてるね、なんかシャワーズってことで、いや今回なんかめっちゃ捕まえたし、いろいろ進化させたな。あ、てかガルーラマジで 1% ぐらいらしい、確率的には。ってことでね、あのめちゃくちゃレアなヒバニーもゲットできたんで、まあこいつのね名前とかも募集できればいいかなと思います。ってことでまた次回どうしよっかな。なんかね、あの探してる途中に、ちょっと待って、絶対お前レアだろ、待てお前絶対レアだ、終わり際に出てこないで、いきなりハイパーボールかましていけないこれね、えやれないかお前、ハイパーボール。じゃあ必殺クイックボール、やっちまえ、いけ、頼む、クイックボール頼む。いや最強かよこのボール、まあ、ということで次回は気になっているバイオームとか、あとそろそろ伝説も探しに行きたいねってことで、じゃねばい。最初のハリマロン、どんだけレアだったん。